ルイス・モリス・ルイス・モリスは、アメリカ合衆国ニューヨークのモリサニア出身の土地所有者であり、開発者である。アメリカ独立戦争中の大陸会議には、ニューヨーク選出の大議員として出席し、アメリカ独立宣言に署名した。モリスは、ルイスと名付けられたものでは3番目であり、モリサニアの家族領地で生まれた。父の名も、ルイス・モリス、母はカトリン・チェあるいはキャサリン・モリスであった。 創祖,祖父のリチャードは1648年のイングランド内戦でオリバー・クロムウェル軍に加わった後でバルバドスを経てニューヨークに移民してきた。ブロンクスに最初の土地を購入し、これがモリサニア荘園の基礎となった。リチャードとその若い妻が死んだ時、やはりルイスという名前の幼い息子が残された。この時やはりバルバドスからリチャードの兄弟のルイス・モリス大佐がやってきて、 個人に属しており今は幼いおいのものとなった領地の経営を助けた。最終的に幼かったルイス・モリスは子供がなかった叔父とその妻が亡くなった時に父の資産を継承した。このルイスがイザベラという女性と結婚し、領地を広げて特許を得、さらにニュージャージー植民地の知事にもなった。ルイス・モリスは父が1762年に死んだ時に 領地の大半を相続したニューヨークの著名な土地所有者として1760年には植民地の開事裁判所判事に指名された。アメリカ独立戦争が近づいてくると1774年にこの職を辞した。1769年には植民地議会議員に選ばれていた。独立の動きが活発になり、モリスは ニューヨーク国議会の議員を1775年から1777年まで務めた。この議会が同じ機関大陸会議の大議員としてモリスを送り出した。大陸会議では独立の活動的支持者となり、1776年にアメリカ独立宣言に署名した。モリスの兄弟が反乱軍の文書に署名した後に来る影響を警告したとき、モリスは 忌々しい影響だ。私にはペンをくれと言った。ルイスは1777年にニューヨークに戻り、1778年から1781年と1783年から1790年までニューヨーク国議会上院議員を務めた。イボテのガバヌーアモリスは会議員に名を連ねた。1788年にニューヨーク国が アメリカ合衆国憲法批准会議を開いたとき、その大議員となった。アメリカ独立戦争中に、イギリス軍がニューヨークを占領し、モリスの領地は、略奪され、燃やされていたので、戦後は領地を建て直す必要があった。1790年、モリサニアに隣接するサウスブロンクス地区の一部を、アメリカ合衆国の首都の領地として提供した。モリスはこの領地で死に、 ブロンクスにあるセントアンセイ公開協会の家族墓地に葬られている。祖父のルイスとイザベラには多くの子供があった。父のルイス・モリス・ジュニアはキャサリン・スターツ及びサラ・ガバヌーアと結婚した。ルイス・ジュニアは二人の妻との間に七人の子供ができ、本校のルイス・モリスは三番目の子である。兄弟、イボ兄弟の名前はスターツ、メアリー・ローレンス、ガバヌーア、イザベラ。 キャサリン及びリチャードである。ありがとうございます。